ございます。さあ本日はですね、朝食を作っていきます。はい、今日作る朝食はですね、これね、意外と美味しいんですよ、これ。そう、まあ、見てください。見ればわかります。はい、はい、まずは生卵2個。はい、2個、これをね、はい、ん、殻が入った、はい、卵をさっと混ぜます。はい、でここに醤油を入れます。あまり入れると辛いので気持ちで混ぜます。はい、そしてフライパンに油を敷いて、はい、はい、油が温まりましたらこれを入れると、はい、でさっと炒める。さっと、そう、このぐらいになったらライスを入れる。はい、でライスをちょっとこうほぐす。はい、はい、もうこのぐらいで完成、完成、完成。よし、はい、これで完成です。そう、まあ、今日はねちょっと特別にベーコンが2枚余っとるんで、これをちょっと焼いて、はい、お味噌汁、これはインスタントです。はい、でこう乗せる。まあ普段はこんな、あ、ベーコンはあれですけど使いませんけど、今日たまたまあったんで。はい、ただまあこれ野菜、よし、はい、お湯が沸きました。よし、はい、そう、味付けはもう卵についとる醤油のみ。はい、レタスで味噌汁と、はい、はい、それではいただきます。うん、おいしい。懐かしい味やわ。100点。